堀江森弘は山形県出身の日本のスキーオリエンテーリング選手。スキーオリエンテーリング以外にもフットオリエンテーリングや MTB オリエンテーリングの競技も行っている。所属はアークコミュニケーションズスキーチーム。山形県立米沢工場館高校を卒業し、東北大学工学部に入学するとともにオリエンテーリングと出会う。スキーオリエンテリングを始めたのは、 大学一年の冬で、その年に日本代表選抜合宿に参加、いきなりジュニア、日本代表に選ばれるも、イタリアで開催されたジュニア世界選手権では惨敗。それがきっかけとなり本場であるスウェーデンのフォルケホイスコーレにスポーツ留学することを決意することとなる。二年間ほどスウェーデンに滞在し、経験を積み技術を磨いた。帰国後は、 アークコミュニケーションズのスキーチームに所属し、現在は午前中はトレーニング、午後は勤務というセミプロとして活動している。スキーオリエンテイリングを専門としており、9年連続で日本トップの座に君臨し続けている。世界選手権やワールドカップへの参加経験も豊富である。同時に MTB オリエンテイリングでも日本代表に選ばれた経験があり。 2007年にはチェコで開かれた世界選手権に出場している。フットオリエンテーリングのインカレではショート競技で一度団体戦で3度入賞を経験している。ありがとうございます。